さて、まとめですね。で、これ見ても全然わかんない方はですね、僕の元の動画見てください。素人が作るプログラム、僕が作ったね、まず第1個目のね、Ruby のプログラムです。で、これはですね、まず2つの構成になってるんですが、まあ、1個目、2つ目がこっちで、1個目が、こちらのですね、ものになっております。これは何をしているかっていうとですね、テキストのファイルを Ruby でオープンさせて、で、そのテキストファイルですね、の一行一行をこう取り出して、それを、配列に入れると。ここまでが1個のメソッドですね。で、これやり方としては、lines の arrayNew。あ、で、ちなみにこれ、ちょっと見ててわかんねえなっていうの多分出てくると思うんで、僕の過去動画、説明欄にリンク入れてるんで、それをどんどん見ていただければですね、なんとなくわかるかなと思います。わかんなかった方はですね、説明欄に、コメント欄していただけるとですね、わかるようにまた、説明していきたいと思います。で、lines の arrayNew。これでですね、新しく配列のオブジェクトが、作成されます。そしてですね、そのアレイニューというこれメソッドですね、新しい配列のオブジェクトを作ってくれる。これが配列になります。まず1個目のね。そしてファイルをオープンさせます。で、これカレントディレクトリ、これも過去動画見てください。カレントディレクトリの中で、入ってある、エグザンプルテキストで、今回ね、これが例ですよ。これカレントディレクトリの中に入ってる、今あるディレクトリの中ですね。ディレクトリ分かんない方は過去の動画見てください。ディレクトリの中にあるエキザンプルっていうこの、テキストデータを入れとくんですね。そしてこのテキストデータを開かせます。ファイルオープンで。で、ファイルオープンによって開かさせて、do file、つまり、ここから do ファイルの場合、ここからエンドまでが一つの引数になりますね。まあ、ブロックになります。これも過去動画で上げてます。ブロックになって、ここで do ファイル。そして、ファイルの each line do i をさせます。ここでね。ファイルオープンで、まず、ファイルをオープンさせて、そして、そのファイル自体をファイルという変数にします。そして、この変数を、の each line do i。つまり、each っていうのがそのファイルの中にある、この変数の中にあるデータすべてなくなるまで行わせる。そして each line というものはこれ1行ずつ行う。つまり、全部ですね、each メソッドによって、ここに書いてあるんですが、each line メソッドによってですね、文字列を、開業文字で分割して1行ずつ取り出してくれます。1列 each line to i によって、この i、 そしてこの lines という最初に、新しく定義した配列のオブジェクトですね。この配列の中、この配列ですよ。配列の中にこの each line によって取り出された、エキザンプルテキストの1行がドッと配列の中に入っていきます。これによって lines という配列の中には、箱の中にはそれぞれの1行がガー、これエキザンプルテキストの由来の1行がガー、1行がガー、1行がガーとなって、このようにそれぞれ配列になります。これ何行あるかによりますが、これドンドドドって行数によってね、このように配列に入っていくと。ラインズという配列ね。で、配列わかんない方もこれも過去の動画を見てください。そして、この1行のラインズを全部入れ終わったら、 each ラインメソッドによって each というのは、階数を指定するに必要な分だけ内容に応じて処理を繰り返すなので、つまり変数であるファイルですね。このファイルの中のデータ、エキザンプルテキストのデータがある限り処理は続くと。そして全行分をこのラインズという配列の中にドーッと入れてくれて終わると。それがここまでの流れです。で、これで、ラインズといったところにですね、データが入ります。そして次はですね、これワード、
といったもので、この配列をですね、まあ配列入ったものをですね、ちょっと面白いことをやってみようと。で、具体的には何やるかっていうと、この配列の一行一行の配列をさらに、区切ってスペースでこうドドドドって一個一個分けていって、その中スペースによって一個一個分けるので、そうすると一個一個の単語になりますね。エキザンポテキスト、その一個一個の単語の先頭の文字が S のものだけ取り出すということをこれでやるんですね。で、今度はワードといった、そのためにですね、ワードといった新しい配列、これね、アレイニューで配列を定義してくれますから、このワードといった配列が作られます。で、これで lines1 でこれまた行いますね。そしてここはまたブロックの書き方なんですけど、これさっきとちょっとブロックの書き方違うだけでですね、これ基本的には一緒だと思ってください。ここにもついてるな。これは do file とかと一緒ですね。 do なんとかと言って do i ってやるのと一緒で、これで囲ってあげると、まあ1でその後の流れが一つの、まあブロックになります。そして、i words、今回はこれが出てきますね。これが I で、Speed、 この Speed というやつが、これも過去の動画で見ていただくと、このメソッド名について具体的に説明するんですが、まあ要はですね、文字列の中の空白を見つけて、こいつですね、文字列の中の空白を見つけて配列にしてくれると、これが Speed メソッドですね。ここでは、このI というですね、まあ、変数です。変数の、ちょっと待ってくださいね。あ、これ今回ごめんなさいね。あれニューで、この I というのがさっきのやつで言うと、ごめんなさいね、ここでしたね。 lines というこの配列です。つまりラインズという、配列の中に入れたやつなんですが、それぞれこれ一個一個入ってるんですよ。これ i じゃなくて l ですね、ごめんなさい。この一個一個区切ったやつをですね、さらにラインズというやつをさらにですね、スピード、つまり、エキザンポテキストの、文字をですね、さらに一個一個細かくここで、ちょん切ってですね、空白がある部分でちょん切って単語にしていきます。一番最初のこのエキザンポテキストに入っていたデータですね、こういった感じでラインズにはなってるんですけど、このエキザンポテキストに入っているこのラインズの元のデータはこの i でですね、こういうふうになってるわけです。これを単語ごとにもちょん切ってちょん切って、あ、ちょん切って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 くれます。そしてそのちょん切ったやつをこの、スピートってやつです、あ、まあちょん切ってくれます。ちょん切ったやつをですね、さらに次のですね、 I words の each with index といったものでですね、これも過去動画で挙げてますね。each with index という、これメソッドですね。メソッドで一部を書き換えることができます。そして i words といったものに対して、もしですね、この w が、w が、ここですね、これが先頭の、これ正規表現で先頭の文字が S だった場合、 Words といったこの配列ですね、最初に定義した配列に、W と、IWDS の、IDX の1、これ何かっていうと、W と IDX、 これは配列の、これですね、これ配列の、こっちが配列名ですね、が W、 そしてこれ、数字ですね、インデックスです。で、このもし先頭が S であるやつが出た場合、この Words という配列の中にこの、Each with index、 つまり iWords の、iWords の中の先頭が S のやつの1個次のインデックスに入っている配列を Words に入れろって言ってるんですよ。
だこれワーズにはもうちょん切ったからすごい、ワーズじゃねえな、この IWDS っていうのはこの L でちょん切ったやつですね。このちょん切ったやつがさらにこのジョン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 っていうこの中に、ね、どんどん入っていくわけです。さらに細かく単語一個一個になるわけです。これが IWDS といったもので行われるんですね。 IWDS といったものに入ってます、配列に。そしてこの IWDS という配列に入っているこのちょん切られた文字の中で、もし先頭が S のやつを見つけたら、その中の1個次のインデックスのやつで、このインデックスとかの意味わからなかったら過去動画戻ってもらえばわかるんですが、この1個次のやつをこのワーズに入れてエンドしてくれるんですよ。で最後にここ P のこれでいいです、 P のワーズってやればですね、先頭がもともとですねこの式で出てたエキザンポテキストの中のテキストですよ、カレントディレクトリにあるその要はテキストデータの中の文字の中で先頭が S のもの、これですね、 S のものの単語の次の単語だけをこれで取り出すことができるんですね。そういったプログラムを今回作ることができました。これ Ruby で作れましたね。これはいろんなものに応用ができて、例えばまあテキストファイルで3000文字があるようなね中で、S がついている文字の次の文字を取り出す、それとも、またこれ変数とかに置き換えてですね、400個ぐらいのデータがあって、もう片方は3000ぐらいのね、文字があります。この中で400個のデータと3000個の文字の中で一致するものを取り出してほしい、こういったことをやりたいときはやっぱり Ruby でね、これを応用したプログラムを書いて実行するとですね、こんな人間が考えてやってるよりもですね、もう Ruby にやらした方が早いわけですね。こういったことにプログラミングが利用できると思いますし、僕もちょっとね、もともと自分がやりたいことを勉強してアウトプットしていきたいと思います。長くなりましたが、Ruby に対して、一旦ここまでにしたいと思います。でこの、過去動画とか見ていただいて分かんないことがあればぜひコメント欄に、コメントをよろしくお願いします。